今回ね、急に真面目な話になりますけど、はい、高橋選手と小塚選手が、まあ、すごく僅差のところで先行に残ってて、3人目の男子フィギュアスケートの選手、誰が選ばれるかっ,つって。で、まあ、いろんな引き目もあるし、いろんなデータもあるでしょ。で、メダルを取りやすいのは誰かとか、いろんな考え方あるでしょ。そんな中で、高橋選手が僅差で、まあ、その小塚選手よりも、えー、選ばれた。オリンピックの代表に選ばれた時の、 小塚選手は、ま、悔しいだろうね。それは、周りの人間だって惜しいと思ってて、どっちが選ばれるか分かんないっていうような状況で。で、小塚選手の言った言葉が、その、悔しいってとこまで行けたのが嬉しかった。怪我してた。すごい、その、それも、生まれつきの、あの、なんかその、股関節の形状から来る、その、怪我で、割と、今シーズンすごく不調だった中、悔しいってとこまで来れたっていうのは、 良かったっていう。まあいいよね。なんかその、今、インタビューの前から突きつけられるところっていうのは、その今まさに一番悔しい瞬間にそれを言えるのがかっこよかったんでだろう。